猫と肖像と二人の女は、谷崎純一郎の長編小説。猫のリリーを中心に、二人の女と一人の男の三角関係を描いた物語。1936年、雑誌、改造1月号と7月号に掲載された。単行本は1937年7月に、草原社より刊行された、肖像の前妻、しなこは、 現在の妻、福子に対し、メス猫のリリーを譲ってほしいという手紙を出した。福子は、夫の肖像に、譲ってあげなさいと言うが、彼にはそういう意思はない。福子は、自分以上に、リリーが夫に大事にされている状況に、耐えられなかったのだ。夫婦喧嘩の末に肖像は猫をシナコに譲ることに、同意する。リリーは、以前にも他人に譲られたことがあったが、 その時も自らの意志で肖像の元に戻ってきたので、彼は今回もそうなるだろうと期待していた。リリーがシナコのところに移って、肖像はメス猫を思い出しては懐かしいんだ。シナコの元に到着したばかりのリリーはシナコに懐かず、彼女の思った通りに動いてくれない。猫の面倒を見ることがこんなに大変だとは彼女にしてみれば予想外だった。しかし次第に、 両者共に打ち解け合い、シナコは猫とはこんなにも可愛いものかと思い始める。肖像はリリーが恋しくてたまらず、シナコの留守中にこっそりと家を訪ねる。いじめられて嫌しないかと心配していたが、意外にもリリーが大切に飼われている痕跡を見つけ安堵する。リリーと久しぶりに会ったのもつかの間、シナコが帰宅し、肖像は見つからないよう慌てて家を後にする。 1956年公開。制作は、東京映画、配給は東宝。キネマ旬報ベスト10第4位。かつて開演性ビデオ販売機構キネマクラブから、日本映画傑作全集として、VHS が発売されていた。ありがとうございます。